はい、どうもです。前にですね、インクの色をやられてしまった人の名前に変えるっていう、企画でインクの色をね変更して戦うバトルをしてきたんですけども、今回色じゃなくて動物です。象とかキリンとか動物園にいる動物、犬もいるのかな犬はいないかもな。だけど その動物の名前にしてもらったんですけど、今回やられたらその動物のインクの色に変えます。パオーン、パオーン、クマ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 、パンダ、パンダ。これでプライベートマッチでちょっと学んでいきたいと思います。はい、お待ちしました。バッテラストリート縄張りバトルです。よろしくお願いします。ということで、特殊バトルですね。インクの色が変わる特殊バトルしていきたいと思います。最初はピンクと、青だね。青のインクで戦っていくのですが、楽しみですね。味方がクマ、サル、パンダ。なんか可愛らしい動物だ。パンダがいるだけで、なんだろう、可愛くなる。相手じゃ犬とかゾウ、キリンもいるのか。ちょ、いきなりなんか変なインクにはしたくない、俺。動物インクってそもそもなんだってなるけど、俺動物でいいよね。もう動物のキリンだったら黄色と茶色とでしょ。パンダ白黒みたいな。パンダかっけえな。よし、これインクアーマー使って倒せそうだね。倒せそう。スーパー着地だけ怖い。俺射程短いから。よし、オッケー。ゴリラ、ゴリラ倒した。ゴリラゴリラっぽくないな。武器が可愛いな。ここいるね。ナイスナイスナイス。なんかインクの激しいな。激しい。ほら、待て、これ犬倒した。犬倒して、オッケー、キリンも倒した。オッケー。さあ、まだインクの色が変わりません。まだ変わりません。ちょっととつってもいいな。インクの色変えたくなってきたら俺はとつるぞ。うれゴリラと、あ、犬インク。今何の犬かな。犬っていろんな種類あるけど、編集してる俺が多分犬のインクに変えてると思います。犬インク。さあ、どうする。ここにヒッセンいたよね、今ね。ここにいっぱいいる。ダルメシアンとか俺好きだよ。うえー、ゴリラ倒した。オゲキリンも倒した。犬インクの無双が始まっている。待って、ゾウさんにやられた。今多分画面にゾウさんがでっかく映ってんだろうな。ゾウさんか。なんかゾウさんできてクレヨンしんちゃんを思い出すわ。下ネタじゃないよ。下ネタかな？下ネタなのかな？大丈夫？パンダさん。パンダさん、ここに、危ない、着地来た。パンダさん危ない。塗って、OK、インカム使います。うい。まだいるんじゃない？誰か。いや、誰？ゴリラに変わった。ゴリラに変わった。ナイスクマ。なんか可愛いな、スプラトゥーン。このみんなの名前のおかげで、ほっこりできる。ゴリラ、でもゴリラか、今。ガチんだろうな、インクが。ちょっと、ゴリラ頑張って塗り広げるわ。ぬれ。ゴリライン。クわあ、危ない。よし。あ、誰かいる。キリンさん倒した。俺まだでもキリンにはなってないな。いる、ここいる。危ない。ぬれ。よーし。いやー、ゴリラで終わったのか。俺。で、今画面、今ゴリラなんか。すごいいかついだろうな。ありがとうございました。次、あれですね。動物変えていきましょうか。猿、パンダ、クマもね、敵にしてね、変えていきましょう。はい、お待ちしました。アロワナモール、縄張りバトル。多分今、ゴリラのインクだと思います。よろしくお願いします。仲間にね、犬とゾウとゴリラと、最初に仲良くなったインクが来てくれました。ちなみにこの中で好きな動物はね、パンダが好きって人は言いがちですが、俺意外とね、
そうだね、まあ犬が好きかな。やっぱ小動物って可愛いよな。こうなると犬よな。やっぱ犬が好きな人多いんだろうな。パンダ好きってね、ちょっとなんかかっこいいっていうか、可愛いこぶってるというかさ、狙ってますよね。あ、いるいるいる、誰だ誰だ誰だ、もうちょくちょだ、戦ってる今、ゴリラで誰かと戦ってます。いる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 、めっちゃ逃げてく、めっちゃ逃げてく、やばいやばいやばい、ここめっちゃいる、危ない、誰誰、オッケー、キリンさん倒した、あーやられた、パンダパンダになっちゃった、ゴリラからのパンダ。キリンさんは倒したけどな、今白黒かな、したらまさかリアルなリアルなパンダが映ってないよな。これ濡れ濡れ、これ濡れ、オッケーオッケー、猿を倒した、猿を倒した、おいしょ、危ない、ボムが多い、あ、誰か抜けてる、誰か抜けてる、待て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 、誰だ誰だ、パンダだパンダ、パンダが抜けていた、ここら辺さっき誰かいた気がするんですよね。いや、敵陣地行っちゃおっか。ちょっと塗りに行こう、パンダで。パンダを塗り広げていこう。あ、いる。いる。猿。猿倒した。やばい。逃げろ。逃げろ。こっち行って。やばい、誰か復帰するかもしれんな、これ。やばい、いっぱいいる、いっぱいいる。いっぱいいる、いっぱいいる。誰だ？猿！猿！猿にやられた。猿になりました。ただいま、画面が猿になりました。猿か。日本猿かな。てか、日本猿しか知らんわ。あれ？え？誰か来てる？誰か来てるよ。あ、ボムで倒した。パンダ倒したよ。てか、今んとこさ、いろんなさ、インクになってる、俺。今んとこいろんなインクになって、やべやべやべ。あぶねあぶね、猿だ。猿、猿インクで猿を倒したぞ。これは誇れるぞ。ほい、こ、出てこい。よし、クマ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 。初めて見たな。今季初。敵で今季初クマ。ぬれぬれぬれ、猿ぬれ、猿ぬれ。いっぱい猿にしたろ。てか、ゴリラで始まって猿で終わるってなんか、持ってんのかな、これって。ゴリラで始まって猿で終わるなんてな。まあ好きだよ。好きだよ、猿も。ゴリラも。可愛いし、頭いいしさ。あ、後ろ塗られてる。どっち勝つんだ、これは。おー、いい試合してる。いいね。いや、まさか猫がいなかったのかね。俺、驚きですよ。ありがとうございました。はい、間違えました。アマ美術大学のアブレバトルです。よろしくお願いします。まだ、俺がなってないんか、多分、キリンと、あとね、誰だ？クマか。キリンとクマにね、まだなってないんですよ。なので、一応相手にね、キリンとクマを持っていきまして、一回なってしまったゾウさんと、誰かな？犬かな？ゾウと犬も相手におります。まあ、死なないとね、インクの色変わらないので、ちょっと鼻かゆ、また鼻かゆ。骨に当たらないようにして、危ない危ない危ない。スプラテやってると、ちょっと鼻かゆ、鼻っていうか顔がかゆくなったりする、時々。あ、そこいる、そこいる、そこいる。ちょっと倒し行っちゃおっか、誰だ？クマか？あ、落ちた、クマ？クマ、お、待って、やばい、クマ落ちた、クマ落ちて、いや、ありがとう、犬から救ってくれた。クマ、川に落ちてった。鮭取ろうとして。川の鮭取ろうとして、そのまま落ちていきました。クマ危ない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 。クマって泳げなかったっけ？無理か。今日さ、動物だけどさ、今度さ、なんか海の幸とか。今、哺乳類か。よし、キリン倒したよ。危ない危ない危ない。犬がいる、犬がいる。あそこ犬がいるぞ。パンダ頑張れ。パンダかもしれん。オッケー。パンダについてく。あー、いなくなったね。でも、俺ここ登っちゃうわ、もう。やばい。やばい。あ、やった犬を倒した、犬を倒した、犬ボムで倒した。やばい、なんか来てる。いや、なんかいる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 。なんかいるぞ。頑張れ、パンダ。あ、パンダがうまい。オッケー、クマ倒した、クマ倒した。俺、クマのインクには絶対なりたくない。
クマには絶対ならない。今もう思った、水に落ちたクマには俺はならん。俺クマには絶対ならんぞ。ザップかな。ザップにはやられないでおこう。警戒しなきゃ。自分の嫌いな動物、嫌いじゃないけどね、クマ。好きだけどね。動物自体ね、俺は結構好きだから。やばいやばいやばい。どうせこのマルチミサイルあれだろ、クマのマルチミサイルだろ。よし。濡れ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 。いかん負けるぞみんな。ゴリラ、ゴリラボムで死んじゃった。お猿さん。いない、誰か。いないね。そろそろ敵陣地行って塗りたいところなんですけど、なんかいるな。オッケー、倒した。犬倒した。犬コロ倒した。犬コロ倒した。危ない、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 危ない。やべ、あれ、クマじゃね？あ、なんかいる。オッケー、オッケー、ゾウさん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 。クマさんとゾウさん倒した。待て、待て、待て、待て。待て、待て、ナイス、ナイス。キリンさん倒してくれてる。ナイスだよ。周り塗って。いけ、いけ、いけ。クマだこれ、クマ、これクマには出ない、クマにはなりたくない、クマクマになっちゃった、クマになっちゃった。クマで終わった、最後に多分クマが映ってると思います。ありがとうございました。おもろいよこの動物。またちょっと別の動物、海の幸とかさ、昆虫はちょっと気持ち悪いから嫌なんですけど、昆虫以外の生物ってちょっと高評価とか人気だったらやろうかなと思います。よろしくお願いします。